こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿でね、すごくいいポイントに入ってきましたね。前回の吉谷さんの動画、そう、1円の案件であっても、その1円の案件を作った広告主がいて、その1円の案件をやってくれる人のことは絶対覚えてるってことなんですよ。そうなんですよね。だって1円の案件に私たちは見えますけども、その1円の案件をね、バカバカしいと思ったら ASP は載せないんですよ。違うんですよね。たった1円のものでも誰かやってくれませんかっていうふうにお願いに来てるわけですよ。だから、あ、やらせていただきますっていう風なね、形で1円だろうとまたがない。で、1円の案件を作ってくれた ASP に敬意を払って、その向こうにいる広告主さんも、この1円の案件で何かの役に立つと思いながら納品してるわけなんですよ。私は納品してるんですよ。アンケートを完了させて納品して、そのお礼に1円もらってるんですよ。もはやこの1円っていうのは全くコストに合わないですよ。誰のコストにも合わないと思いますよ。でも、このアンケートの集合体ができていけば、ビッグデータとなり、それが大きな利益を生む、大きなサービスを作っていくってことになると思うんで、誰かが1円やらないといけないんですよ。その時にね、初心者のくせに1万2万5万10万ばっかり狙ってる人、高慢すぎるな。これはね、あのポイントサイト、あの自己アフィリエイト、これで1億円稼いで、私でも、まあ言い過ぎた、ちょっと言い過ぎましたね。自己アフィリエイトで3年間で300万以上の利益を上げた私でも、1円をこうやってやってるわけですよ。これ私にとって当たり前のことなんですよ。だってビジネスでしょ。ビジネスでやってるのに、目の前にある仕事をやらないんですかと。1円と5万円があるんだったら5万円選ぶのが分かりますよ。でも、あれもない、これもない、それもない、あるのは1円だけっていう時に、手持ちのカード1円を使わなくてどうするんですかってことですよ。だからここで手持ちのカードって話が出てくるでしょ。で、私はそれは実際やってると。やっていけば、その1円、2円、3円をやることによって、あ、久保さんいつもこういう細かいのやってくれてる、あ、すごいわーってなるわけですよ。場合によってはですよ、私のデータがどっかに残っていれば、久保さんって、あのアフィリエイターの久保さんじゃないか、え、またこんなことやってんの、もしかしたら生活に困ってんの、いや、そんなことはないぞ、 YouTube 見たらむちゃくちゃ楽でやってるぞ、余裕でやってるぞ、なんで1円の案件やってくれてんのかな、あ、初心を忘れてないんだ。確かに昔のデータでも、なんか100円200円とかコツ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 やって出てる案件全部やったよねっていうことになるわけですよ、ね、だから私たちは必ずそのお金の向こうに人がいるんですよね。そのお金っていうのは誰かが振り込むわけですよ。誰かのポケットから出てるわけですよ。そしてそのポケットから出たお金もどっかから来てるわけですよ。お金っていうのは自分の手に入るまでに何人の方を経由してきてるのかなと思ったら、本当に計り知れないですよね。計り知れない。例えばね、ここにエアーなんとかあるでしょ、これシュシューってやつ。これどれだけの人の手が関わってると思います？多分ね、このストローを作る業者さんが下請けにいて、このストローのね、キャップを作る業者さんがいて、缶を作る業者さんがいて、デザインを考える業者さんがいてね、で、こういった説明文作る業者さんとかいて、で、中のガスですよね、空気を作る業者さんがいて、もうこれ1個だけでも無数の人が関わってるんですよね。あ、ペンキを作ってる会社もありますよね。で、これをまあ商品にして、で、袋詰めして、箱詰めして、それをトラックに乗してどっかのストックヤードに置いて、そして私の発注があったら私の家に届けるわけでしょ。何人の手がかかって買える商品なんですか、この価格の。確か500円ぐらいだと思いますけども、この500円っていうのは私の家に届けるまでにどのぐらいのコストがかかっていたんだ、何人の手がかかっていたんだって考えると計り知れないですよね。だからね、どれ一つかけても私のところに1円すら届かないっていう現実なんですよ。それはもうこれほどね言ったらもう十分でしょ。そのぐらいの重みを感じているのが私のビジネスという世界なんですよ。で、こういう意識のね、人間がゴロゴロいるんですよ。私は吉田さんが特別じゃないですよ。ビジネスをちゃんとやってきた人って全員このぐらいの意識持ってるんですよ。そこに、あ、1円バカバカしいやっていう人が来たらバカバカしいです、本当に。こっちがバカバカしいよ。だからそういう人はできないですよ、やっぱり。その1円を軽く見て、で、1万円を探してる人ね。これはね、目の前にあるおにぎり1個を素通りして、どっかに絢爛豪華なね、ディナーコースが待っていないかって探してるようなもんなんですよ、うん、で、なんていうんですかね、自分の力量に合わせた現実が目の前にありますからね。自分の力量に合わせた現実だから、その現実をこう噛み絞ることによって次の現実がやっと現れてくるんですよ。でも自分の前にある現実をね、1円だからといって素通りする人間にもはやね、5円すら10円すら振り向いてくれないですよ。まあこういうふうな気持ちでやればいいんじゃないですか。結局全部が大事ってのは本当その通りで、ビジネスというカテゴリーに入ったわけですから、隅から隅まで全部自分のカードですよ。自分のテリトリーですよ、ね、だから
ビジネスというカテゴリーの中に自分に不要なものはもうすでにないんですよ。特に情報を扱ってる以上、どんなものも自分のネタですよ。いきなり出てきたでしょ、こんなの。こんなのね、動画で喋るやついないですよ。で、その横にはこの10万円の使ってないカメラがもうね、1ヶ月以上放置されてるわけですよ。なんだこれはみたいなね。アンバランスでしょ。だからこういう風なのが私のビジネスの世界ですよ。だからね、綺麗なところばかりではないし、割に合わないと思うこともあるんですよ。でも割に合わないことが割に合うようになってくるんですよ。それは割に合わないと思ってることをやる人にしか見えてこない世界ですね。割に合うと思ったこと、自分に利益がないことはしないって決めた人、結局は大したことないでしょ。だからね、自分の損得抜きに目の前にある問題を解決していく、目の前にある案件をこなしていく、その先に見たこともない世界が広がっていると思いますよ。それではね、未知の世界へ、イリュージョン1、2、3。